ね、替え玉始まって3周年が目前となっているということで、3周年目前替えちゃんのベスト3。今まで替え玉を発表を毎日ね配信している中で、替えちゃんがどっさり選んだベスト3を、どっさりでベスト3、かなりつまんでるけどね、ベスト3を発表していきたいなと思います。ちょうど替え玉始まってから1周年の時はランキングで自分の選んだランキングっていうのを発表してたんですけれども、私が一人になって新生になってからの替え玉でこう思い出深いベスト3っていうのをね発表してなかったなと思って、今回は3周年目前ベスト3発表ということで、じっくり、YouTube チャンネル替え玉を見て選びに選んだランキングを発表したいと思います。それではベスト3は、ドゥーン、UFO を呼ぶ結果ユーマ出現。ありがとうございます。これをね選んだ現時点では再生回数は1000回以下という替え玉の中では少ない再生回数だったんですけれども、個人的に選ばせていただきました。サイキック芸人のキックさんにこう一緒に UFO を呼ぶっていう回があったんですよ。で、ベントラベントラ、宇宙にいる星の兄弟たちよ、私たちに気づいているのなら合図をください。えいえいえい、くるりんちょっという、こういうね、UFO を呼ぶっていうやり方を教えていただいて、こういう、ね、夜の10時過ぎからですね、UFO を探しに行った一連の替え玉の回の中から、UFO を呼んでいるかなと思ってた瞬間に、急に川沿いからユーマが出現したっていう、本当に、これ本当なんですよ。でかなり見ていて、そういえばあの時の興奮忘れられないなと思って、なんかね、絵にも描いたんですけど、首がこう長くて、で、なんかラクダみたいな背中なの、2段こうポヨンポヨンって背中が出てここになってるの、本当に川に浮いてて、これみんなで見えた、みんなで見えた、このユーマ出現会、 UFO かと思いきやユーマ出現会っていうのがね、なんでこんなに再生回数いかないんだろうと思いながらも、個人的には大好きな回でした。ベスト3、ユーマ出現。ここで一句、 UFO は朝の4時過ぎ出てきたよ。ありがとうございます。UFO を呼んでたんですけれども、その間にユーマが結構出現しちゃって、時間も意外と経ってたんですよ。で、UFO が結局見えたのが朝の4時過ぎという、本当に朝方だったんですけれども、この UFO を呼ぶっていうこういう企画すごく楽しかったなと思って、ちょっとまた次もね、今度はもっとちょっと山の方に行って、どうやら富士の樹海の方にも UFO を呼べる場所があるという話をね、キックさんに教えてもらったので、今年はちょっとそっちの方面もまた企画的にやりたいなと思っております。なんで900回以上しか再生回数いってないんだろうって、もうちょっと皆さんぜひ、まだ見てない方はぜひとも見てください、ユーマ出現会。ちなみにかえちゃんその時着てる T シャツ、北斗の拳ですよね北斗の拳の T シャツ着てる、そこも注目ポイントです、ぜひ見てください。